はい、こんにちは、斉藤紹介の斉藤です。今日は、便利工具のちょっとだけあのプロ編です。で、まあ、簡単なことなんですけど、まあ、今回の動画短めにやりますから、まあ、見ててください。これワイドトレッドスペーサー、よくつけますよね、ワイドトレッドスペーサー、これね。でこれあの、まあ、インパクトで締めるわね。あの針でとりあえず止めますから、ワイドトレッドスペーサーを取ると、でこの後、まあ、どうするかって本締め したいわけなんですけど、これまあ2人いりゃ全然 OK ですね。1人ブレーキ踏んどいてもらってトルクレンチで、まあ、締めりゃいいんだけど、1人でやる場合ね、こういう工具があったら便利ですよ。まあ、これ僕が作ったやつだけど、これこういう工具があったら便利ですよ。どうするのかって言ったら、ここにこうはめといて、で周り止めにして、まあ、ブレーキの代わりにここをトルクレンチでこう締めますよ。こういう工具じゃ、こうただのこれ言うたら棒でもいいんやけど、ポイントはこのズレ止めに穴を開けてあるところやね。でこれをハーブボルトに突っ込んで、こうしとけば一人で安定して作業ができます。まあ、簡単なことなんで、車さん、まあ、こんなん作って真似しはったらどうですかね真似しはったらどうですかねってあかんな、これまあ、こうあの僕はあのハスコーっていう工具屋にこれを作って売れよって言うたんやけど、相手にされませんでしたでも便利やと思いますんで、まあ、ちょっと紹介してみたいと思います。ありがとうございます。